も大注目。ラグジュアリーコミュニティに家を持つスーパースターの私生活に全米が注目している。米紙ニューヨークポストは4月、ドジャースの大谷翔平投手がハワイに不動産を購入したと報道。ビーチに隣接した場所でオフシーズンを中心に利用する予定だという。同氏は、野球界のセンセーションである翔平大谷は海に面した家をハワイに建てると説明。昨年12月にドジャースと10年7億ドル、約1082億円の契約を結んでおり、この野球界の天才は贅沢な生活に無縁というわけではないと伝えた。また、ジャイアンツの情報を中心に扱う米メディア、SF ゲートもライバルであるドジャース、大谷に注目。スターの翔平大谷がハワイのビッグアイランドに巨大な邸宅を建てると報道している。大谷が最初に訪れたのは18ヶ月前で、2022年の11月頃だという。大谷はザビスタと呼ばれるラグジュアリーコミュニティに最初の家を持つことになると伝えている。昨年にはデコピンを買い始め、今シーズン前にはマミコさんとの結婚も発表。別荘はマウナケアビーチに面する場所で約5000平方フィートの敷地に建設する予定。シーズンで溜まった疲れを癒す場所になりそうだ。フルカウント編集部。